はい、皆さんこんにちは、小林忠文です、今日はですね、ポジティブにどうしたらなるかをお伝えします。すごくね、このシリーズを10個ぐらいを考えてます。で、まず第一にポジティブにどうなるか、これすごく簡単ですというか、すぐやれると思います。はい、じゃあ今日はポジティブになり方、言葉を変える、言葉ってすごい力があるんで、まあ、とにかくね、よくあるのは無理っていう言葉とか、私にはできないとか、そういう言葉が一番多いのかなとか、あとはまあ人の悪口言っちゃったりとかね、そういうことも含めてそうなんですけれど、言葉を変えると信じられないぐらい変化が起こります。これは私の人生振り返ってもずっとそうです。で、私の仲間もそれでどんどん変わっていきました。で、一個事例があります。すごくね、私の友人なんですけれど、歯医者さんなんです。で、彼が30後半かな、僕が30代前半の時に出会いました。で、ずっと授業やってるんですけど、まあ歯医者さんやってるんですけど、まあそんなにね、売り上げっていう言葉が適切かどうかわかんないですけど、まあそういうのもあまり良くなかった。で、歯医者さんってコンビニの数より多いって言われてます。で、すごい競争が激しい世界なんですが、で、そこで、その彼はですね、まあ、ずっと生まれて育ってきた人生で、まあ歯医者さんになった人生も、いつも、まあ、ちょっと否定的、言葉が否定的で、まあ、もちろんそれでね、思考も頭の考え方も否定的にどうしてもなってしまったりとか、自分に自信が持てないっていうのを常々言ってる人でした。でも言葉をね、ある日変えたんですよね。結構口癖、できない、無理、自分は信じられてないとかね、そういう言葉を言ってました。で、いや、ちょっと言葉変えてみようぜっていうことで、今現状何々できない、ね、新しいことやるにもできないとか、でもここです、でもこうやったらできるかもしれないから一度やってみようと思います。わかりますかね。現実できないことをできるっていうのも一つ、それも一つかもわかんないんですけれど、それをまあ、できないと正直に言う、そしてその事実を自分の中でもきちっと受け入れる、相手にも受け入れてもらう、でもが大事なんです。やれる方法を考えてみますとか、次マイナスの言葉がプラスに変わって終わるっていうのがすごく大事で、でもね、慣れてくると、まあ、今できひんけど、まあできるようになるから、まあできるようにしますとかね、そういうふうに変わっていったりとか、できます。ただ、もうめちゃめちゃ自信ないよとか、そういう現実全く違うよっていう時は、まあ嘘ついてもね、まあそれがそれでまた自分に返ってきちゃうんで、そこは正直にできないと。できないんだけれども、でも、こうやったらもしかしたらできるかもしれないっていう終わり方をしてもらうと、常にプラスの方向、未来へ向かっていきます。なので、これが一番、まず言葉を変える。まあ、人のね、悪口とか陰口言っちゃうんだったら、もう言わない。最悪言ったら、でもあの人、あ、こういうとこもいいとこあるよねっていうふうにプラスで終える。これだけで全然人生マジで変わっていきます。僕は、自分がね、メキシコ時代どうしてもプロサッカー選手になりたかった。で、いろんなことをね、まあ2冊の本に出会ってそれを学ぶんですけど、まあ言葉をね、本当に変えることで、自分にその言葉を発した言葉が自分の耳からまた脳とかね、体の中に伝わって、自分の中にプラスのエネルギーが働くっていうことを教えてもらったんですね、その本で。それをひたすらやりました。で、
あ、自分にとってマイナスの言葉っていうのはすげえエネルギーがそがれて、それを自分が発したとすれば周りの人たちもそういう風になるんだなっていうことを実感しましたんで、それからずっとね言葉にはすごく気をつけてやってます。でも自分もねやっぱもう弱いんで、やっぱりたまに出ますよね、弱音、まあ、弱音っていうかそのマイナスな言葉ね。それは自分にもダメになってる、察してるし、周りのそれを聞いてる人たちもね、あのマイナスのオーラに包まれるということになりますんで、ちょっと気をつけてもらえればなと思います。まずは言葉です。とにかく言葉を意識してもらって、言葉を変えるんだと。すごく簡単ですよね、簡単です。あとね、ありがとうっていう言葉を一つつけるっていうのもいいと思います。それもプラスの力が働いていきます。今まで何々してもらって、まあ当たり前って思ってたかもしれないけれども、そこにプラスありがとうっていう一言を入れるだけでも、人生マジで変わります。はい。じゃあ今回は言葉を変えるということをお伝えしました。皆さんでポジティブになっていきましょうね。バイバーイ。